落合健太郎大正15年6月4日は、明治期から大正期の外交官。ポーツマス会議、パリコーア会議に随員として、またローザンヌ均等和平会議やローまでの移民国際会議には、主席全権となるなど、重要な国際会議に日本を代表し出席した。法典総領事、イタリア国特命全権大使等も歴任し、 ローマからの帰国途上戦中で病没した。落合健太郎は、明治3年2月21日、大見国浅井郡川道村に、落合公平とトイとの間に生まれた。明治14年10月と萌えすい、学校高等小学校を卒業した後、京都の上山法要塾に入学主観学を学ぶが、馴染めず帰郷明治十八年大阪文部省。 直轄大学文庫予備課第5級に編入し、明治25年7月第3高等、中学校本科を卒業、9月東京帝国大学法科、大学政治学科へ入学した。明治28年東京帝国大学法科大学を卒業後、外務官及び領事官試験に合格し外務省に入省した。ポーツマス会議。向こう側左から殺す問えず、 ナボコフ、ウィッテ、ローゼン、プランソン、手前左からアダチ、オチアイ、小村、高平、佐藤。会議で使われた写真中のテーブルは、博物館、明治村にて展示されている形状、公衆領事館、ロシア公使館、本省政務局、フランス公使館に在勤した。ロシア在勤経験から、日露戦争の改戦を推進、画策した外務省、 陸軍、海軍の詳細有志によるグループ子、ガツカイメンバーであった。明治38年日露講和会議全権委員、主席書記官として、ポーツマス条約締結に奔走し、また新国特派全権大使主席書記官として、満州全合条約調印を推進した。その後、再び、ロシア駐在となり、明治44年侵害革命直後の満州法典に赴任し、 第四大法典総領事件関東と特富事務官に任じられた。法典総領事は外務省二期後輩から引き継いだ人事であったが、侵害革命以降の満州における日本権益保持と総領事館体制の強化を図る上で、ポーツマス会議に出席し、満州を折り返し、満州前後条約締結に関与し、申告政府について熟知している落合が適任とされた。 特に満州における革命派への取り締まりに対して中立的立場を堅持しようとする外務省と不穏分子的発に重きを置く軍部との間の対立があり外務省は軍部の動きを外交への関与と批判した明治45年2月2日清王朝存続に見切りをつけた縮新能は北京を脱出し両陣の関東と特府に赴き大日本帝国陸軍 調査人の力を借り、満毛独立を画策したことに対して、この動きを察知した落合は、内田交際外務大臣に連絡を取り、未然に祝信能と軍部による暴発を防いだ、また川島な庭などの動きを絶えず警戒した。また、大二十一火条要求に橋を発した、日華排斥運動に対しては、寛容な態度を、日本人、新国人双方に求め、取り締まりに対して、 穏便な対応を都督府に求めた結果、法典において大きな衝突を招くことは防がれた。その後、イタリア王国大使館参事官、大正4年オランダ王国兼デンマーク、王国特命全権公使としてハーグに赴任した。大正8年2月には、第一次世界大戦講和会議全権委員随員を命じられ、ベルサイユ条約に連合国の一国として、接衝に参加し、 12月帰国した。また、大正9年1月から6月まで平和条約実施委員として再度ヨーロッパに赴任し、条約履行状況の監視を行った。また、実施委員が解かれた後は、イタリア王国特命全権大使となった。大正11年11月、スイスローザンヌで開かれたの均等和平会議には、全権委員となり、ローザンヌ条約を トルコ共和国と日本、イギリス、フランス、イタリア王国、ギリシャ、ルーマニア王国、ユーゴスラビア王国の間で調印した。大正13年3月には、イタリア王国ローマでの移民国際会議に代表委員として参加し、アメリカにおける移民制限の動きを念頭に、き人種差別撤廃決議案を提出する、大正15年6月4日、帰国途中の戦中で死去した。 なお、アメリカにおける移民制限は、同年7月1日に施行されたアメリカ合衆国、1924年移民法により、東ヨーロッパ、南ヨーロッパアジア出身者の移民を厳しく制限することを目的とし、特にアジア出身者については全面的に移民を禁止する条項が設けられてしまった。ありがとうございます。